加藤聖二郎加藤聖二郎は、レストラン受落の創業者で、昭和時代に飲食業で成功した、実業家。小さな洋食店から、第二次世界大戦までに数十店舗を抱える、一大チェーングループに育て、食堂王とまで呼ばれた。新潟県中間原郡白根町の商人の子として、生まれる。小学校卒業後、新潟市の海産物屋、島にに、 デッチ暴行に出る。実業雑誌を愛読し、安田善次郎の学問より実地が大切をよりどころに、三年間暴行、する。年季を終えた後志眼兵となり、二年の後除隊、相場に手を出して失敗し、親族、縁者に迷惑をかける。肩身の狭い実家住まいをしているとき、カラフトの軍事占領により人儲けした商人が出ていることを知り、 親に金を借りて24歳で、カラフトに渡ったものの、正気を逃し、当地で、軍役府となる。半年間土工として働いて、宅えを作り、帰郷したが、再び相場に手を出し、失敗。1922年、上京。森永製菓の特約店、平野商店の配達府として就職。その後外交員に昇格し、外回りをしているうちに、 適当な暗食堂がないことに気がついた。当時の大衆食堂は、値段は安いが設備が悪く、不衛生で背広を切るような職業の人間には入りにくかった。そこで食堂の経営を思いつき、浅草公園で繁盛していた暗養食や産油券に主行のため転職するが、皿洗いと雑益の長時間労働に耐えられずに、1ヶ月で辞めて、日雇いニンとなる。 1923年に、軍役不募集を知り、再びカラフトへ渡り、蓄えを作って、半年後東京に戻る。関東大震災で焼け野原となった東京は、新商売を始める後期と思い、バラック建設をしていた兄と共に親を口説いて、資金を調達し、カンダス田町の交差点脇に土地を借り、店の建築を兄に任せ、自分は再び、三遊券で働いた。 1924年3月、店が完成し、綺麗で安い大衆食堂、須田町食堂を開店した。従業員8名は全員新潟出身、席数25、カツレツとカレーライスが売りの洋食店だった。店は初日から大繁盛となり、11月には京橋に支店を開いた。翌年には日本橋、銀座、上野、浅草に支店を出し、 その後も続々と支店を作り、本部で大量仕入れや食材加工をして、原価を抑えるチェーンストア方式を取った。以降毎年4から5店のペースで支店を増やし続け、昭和10年代には89店まで増えた。昭和30年代には、ヤヒコロープウェイ開業を、ホテル業にも進出。社名を受楽と改め、事業を拡大していった。 1964年から1980年まで東京に新潟県人会会長を務めた。ありがとうございます。